はい、どうも皆さん、こんばんは、こんばんは、じゃないや。はい、どうも皆さん、こんにちは、こんばんは、いとっちゃんです。さあ、PP19、これ、前使って、なんか、バーストバレル、ロングレンジバレル、軽く足んねえみたいな話をしてたと思います。だから今回ですね、ライフリングバレル使って、ちょっとやっていきたいなと思いまして、で、ちょっと似てる、武器を持ってきました。こちらになります。さあ、こちら、僕がよく使っている、スティールエッジですね。HK416C、スティールエッジ。ごめん。で、こちら、48の射程で、こっちも 48.7 で、ほぼ一緒。で、39の火力、こちら41の火力ということで、ほぼ似てるんですよ。連射力もこっちで。で、要は火力が少しだけ上だけど、連射はこっちが上っていう。なので、かなり似てる武器、お互い様なところがあるので、まあ、どっちがね、もしかしたら、ライフリングつけたらこっちの方が優秀なのかな、みたいな仮説も僕の中であるので、まあ、やっていこうかなと思いますが、HK416C、忘れてはいけないのは HK416C は鬼集団なんですよね。みんなその点を考えた上で、やっていきたいと思います。はい、それではここでやっていきたいと思いまーす。さあ、多分連射力ね、やっぱ落ちるのはね、感じると思うんですけど、あ、やばい、後ろから撃たれた。なんだ今の。あー、しょうがないね。連射力落ちるのはね、感じると思うんですけども、まあ、それでも、多分12超えなんで、一応、そこそこの部類ではありますよね。てか、リボード早い。ああ、そいや丸なんでね、引いておきましょう。これ、あれ、右蹴りどうなんだろう。あ、右蹴りやりやすいですね。おお、いいですね、今の気持ち。あべ、仕方しましょう。あー、マジで。お、いい感じだったんだけどね。これライフリング使いやすいな。ライフリングいいっすね。軽く上がりましたね、だいぶ。ただ遠距離、まあ、離れた時どこまで削れるかが結構鍵なのと、この間やりました BU ウェアと違うところは、弾数が2発足りない。ワンチャン、その、もうちょっとあったらっていうオチになりそうなところがありますよね。まあ、でも、まあ、ライフリングでこれはね、いいなと思います。ライフリングで、ちょっと期待しなかったんですけど、まあ、これならいいかなと。今の癖目だったら、右クリしなければと。なんか最近右クリするのが流行りなんですよね、こういう武器。なんか、いけそうな武器で右クリするの結構流行りで。あ、いや、マジで優秀だな、今みたいなのが。本当に思う、今みたいなのとか。防弾貫通が35あるんで。おお、何や、や、すごい。防弾貫通が30あるんで、今みたく中距離、左側の、ね、ソイヤマル撃った時、かなり遠かったんですけど、まあ、5割カット近くできてる。優秀じゃないですか、十分ですよ。あー、もう、やっと一発あれば落としきったね。基本これもフロートで打ってます。まあたまに指切りぐらいで、まあ頭大体同じなんで使い方。これ無理だな。やめよう、多分当てても知らねえじゃん。仮にヘッドでも知らない。まあ以前も言いましたけど、 XQR の方がでもやっぱりいいなと思うことの方は回数は多いです。まあ XQR 連射力がそもそも優秀なんで、そう考えたらね。お、素晴らしい。ちょ、あれ倒したいね。あのアタムック倒したいね。さあ、追いついてきました。59対64。いやー、勝ちたいですね。アタム入れたんですけどね。ダメみたいですね。天下はね、手前で外すとダメなんですよ。まあでも、星空ってやっぱこうであるべきだなと思う。このお手軽競技期間をね、なくすとね、面白いですよ。厳しいんじゃないか。
ここの間で少し前に詰めるっていう、今まで、あんまりやらないようなこと今やってみたんだけども、でもいいですね、はい。さあ、逆転しました。73対75、74対76個、6。ここからドクタグ勝負じゃないか。あー、終わった。あ、ここで俺が倒してれば。あー、でも、味方が倒してくれてるんで、あと1キル。あ、でも、ナイスー、ナイスー。さあ、こちらの爆破で遊んでいきましょう。相手ちょっと少ないね、こっちはね。守り少ないと結構厳しい。あ、まあ、これで同じってことで。逃がしてしまいましたね。もったいない。できればね、ここで。いや、ちょっと危ない。ここで倒しときたい。いいっすね、俺が削ったのは。そのままやられたんで。このまま設置して、センターから右側に入ってくる敵を V する的な。でもいないわ。目標地点の偵察を要請する。いや、遅かった、指使うの。あ、頼む、削ってる。あ、厳しいかも。あ、でもね、すげえ、お、グレネード、まさかの。それは賢い。でもやばいんじゃないか。いける？大丈夫？大丈夫かさ。いないんだけど。まさかの。あ、俺がやっちまった。作戦は成功だ。本部に帰還せよ。なん？二発当てるぐらいで、あ、間違った。二発当てぐらいかな今の。あ、ごめん、もう指示しちゃったから行くしかねえ。俺が行こう。戦闘切ってこれ私が行こう。ただね、グレネード来るんで、そこだけ気をつけないと。しっかりね。目標地点への偵察支援を要請。あ、これ逃がしたくない。いやー、落とせないのか今の。何発だ ?4 発、4? ん、なんだこれは。削り方ちょっと謎だぞ。なんだあれ、あの4発削って、あの変な減り方はちょっと謎でしたね。腕ダメ弱いのか、やっぱ素のダメージが39しかないからあんまり強くないのかもしれないですね。手榴弾投擲。いや、これでももうちょっと削れると思うけどね、個人的には。手榴弾投擲。マジで、1くらい意外と勝てんのかな。意外と3人くらい、まあ、ね、1人最初倒して外周に細道のハテナの方に1人いて、あと1くらい側についたから割と多いっすね。あれ乗れない、下手くそになってる。うせやろ、これ PM で乗れないのは大事や。手榴弾投擲。うまくね、スモーク張ってリロード。ここはね、まだいるー、嘘やろ。いやー、そもそもね、2側に行ったがアンパイア。手榴弾を使うぞ。あー、取れてないってどういうこと。いや、これをやる、これやれ。リロード中だ。マジか。やっぱセンター結構ね、詰めてくるんで怖いっすね。このセンターをいかにね、使わせないかが大事、ほんとアスランは。もういるしね。手榴弾。いや、もうセンター当たろう。もうめんどくせえ。センター当たろう。本来は一人で行くもんではないけど、センターに当たらない。センター頭やと話にならないもん。これやろう。手榴弾。
込むよ。よっしゃ。目標地点の偵察を要請する。手榴弾を使うぞ。マジ？ほらやっぱりな、言うと思ったわ。作戦は成功だ。本部に。もうセンターを使わせたくない。とにかくセンターを使わせたくない。かといって突っ込むのをもう対策されてるだろうから。手榴弾を使うぞ。あ、どうしようかなって感じ。すごく難しい、こればっかりは。一からもね、ここで耐えるんだったらいけるけど、無理そうだからもうこっちに入るしかない。いやー厳しいね、厳しいね。敵だ。いやー頑張ってほしいな。持ってる武器はちょっと厳しい、厳しいものがあるけども、大丈夫、いけるっしょ。いや全然全然こっちだから。投入、手榴弾。いやわー厳しい。11効果。うお強っ。よやったブルースカルで。どんまいすぎる。はい、というわけで PP19 使ってきましたけども、あーやっぱりね、そんなに、うん、でもなんかあれよりバーストよりいいかななんてちょっと思っちゃった。やっぱどうしてもバーストの時火力不足が、うん、っていうのがあったから、どうしてもね、そのあと一発がっていう感情を持ってしまうことが多かったんですけども、まあライフニングにしたらね、そんなのが少なくなったんでよかったかなと思いましたけども、まあなんか手たまなんか、うん、ちょっと微妙な HP の削り方とかもあったんで、ちょっとどうかなとは思いました。ただまあやっぱ前にも言いましたけど、XQR 使った方が絶対いいっす。間違いないなと思いました、これに関しては。正直弾数がね一緒で、あっちの方がその連射力が高いってので、あの評価が高いのと、使いやすい、やっぱ XQ があるのが。まあでも形形状は僕こっちの方が好きなんで、あの形状がお気に入りの方はこっちでもいいかなと思います。でやっぱ、まあ、細かいところで、うん、僕の中では XQ があるのが強いかなと思いますので、使う際はぜひぜひユーロのこちらの方を、皆さん使ってください。まあお気に入りの方はこっちでもいいけどね。つなげで、今回ここまでになります。お疲れ様です。